はい、どうもハルチです。今回もですね、プラネタリアネレーションタイタンズやっていきたいと思います。さあ今回ですね、 AI スカーミッシュという、まあ、コンピューターと戦うモードで衛星軌道を用いてですね、惑星をぶっ壊そうかなというね、動画を撮っていこうと思いますね。で、全員私も含めて、5人コマンダーがいます。で、惑星の大きさはですね、まずあって、衛星が2つかな。で、離れたところに1個あるので、まあ近くから撮っていこうかな。で、例えばなんですけど、この一番近くの衛星を、そうですね、まあここにいるタイタンをね、殺してしまうとですね、こっちに飛んでくる場合があるんですね。なんかちょっとテストプレイでやった時に飛んできたんですよこっち側にね。なので、まあ、どういう風に惑星を壊していこうかなと。まあ、普通に壊すのもありですけど、やっぱできたらですね、その敵のコマンダーがいる状況下においてぶっ壊して、コマンダーごとやっぱ行きたいですよね。まあ、それをやっていきますね。じゃあここに何人いるかだね。最悪他のね、手つかずの惑星に行って、でここぶっ壊すっていうのもありですね。とりあえずそうだな、海軍とボットで行って、まあ、タイタンも全部出せるので、いつもやってるモードはね、テクノロジーアンロックしてやっていかないといけないけど、こういうモードは、まあ、全部上級作れるし、タイタンも作れるので敵だね。やっていきましょうか。結構いるないきなりやったね。燃えてないで普通に高いって普通なので、敵もね、資源が2倍、1.8 倍、2.3 倍とかいるから、その辺が早いかな。まず防衛固めましょう。資源余ってるんで工場を量産していくか。全部上級作れるんでね、まずはそれ準備していくか。コマンダー来たね。で、電気終わったら、まあ、対空ですよ。これ完成したら、そうだな、この際にするか。で、ここでできたやつはフリゲートにしましょう。こっちはね、もうちょっと追加するか。フリゲートはね、耐久が高くて高速射撃、陸空海全部いけるんで、とりあえず作っとこうかなと狙ってないか、この雲。自爆ですね。うわ、来たね。コマンダー今ここか。結構何、近場のやつ強い感じかな。まずちょっと安全圏を作ろう。陸より海なんですけどね、欲しいのね。まずは海から敵来ないようにしていきたいので。よし、対空固めて状況を作りたいな。あ、結構いるね。デルは出てますけど、ちょっと少ないな。コマンダーはまだ出ること多いからね。来ますか。
し、こっから追加で作って、これは別か、フリゲート展開しましょう。で次作る海鮮工場もめっちゃ出るね。フリゲートでやっていきますね。でこれか、完成し次第よっとやってくるね。そっちもフリゲート出そうか。近場用に1個作るか。で上級作りますね。やっと守れた感じかな。コマンダどこ行った、コマンダ。まだこれか。よし、これがじゃあここ用かな、近場用ですね。一つ暇らしいんだけど、これね。じゃあまあこっちかな。体育や、手伝おう。舞台展開できたのでとりあえずは大丈夫でしょう。暇なやつに体育をやらせよう。こ、海ね。手伝うまでもないな。よし、残り全員でやろう。これを海のが今回いいですね。この辺取りたいな。あー、あれ下か、これ魚雷ランチャーが海の場合のタレットですね。海はですね、潜水艦がいるんで、それに対してフリゲートは何もできないから、それに対してのタレットだね。なんか深海デストロイヤーってやついるんですけど、それはまあいらないのでタレットで補おう。来たね。うち資源ないんで、ちょっとやってもらって、ひたすらフリゲート展開すると。展開し直そう。これいってる？出してないか。出してないな。フリゲート、これもフリゲートあれかな、経由しちゃってるかよく分かんないですね。これで敵は手足でも足も出ないと思うので、取っても意味ないか。今ね、上級のファブリケートできてきたので、それに任せよう。やっとできたんですね。 OK。 敵の拠点襲ってますよね、ずっとねまあいいけど。裏手は、ああようやく落ち着いてきたね。まだ完成してないですけどね。おーっと結構大群。こういう場合だとちょっとそっちでやってほしくないな。危ない、やられそう。これどこ出すかな、こっちかな。いいねいいね、フリゲートナイス。こっち展開するか。ここで資源変わったので大丈夫ですかね。海だからこの範囲がほぼ見えない出てはいるんですけど、
ちょっと抑えにずっと出しとこう。やっとできたので切り替えですね。お、あ、ここ死んだここ死んじゃったんですね。いやいや、まあここはいいや。この惑星どうでもいい。勝つの前提ですから。じゃ付属品の戦車作ろう。うわ、空爆だるいですね。まだいるんだな。てか、じゃあこの辺送って、もういらないかな。まあ敵多分やってくると思うんで、対衛星のやつを作ろう。まあ、今回も海ですね。海がキーですよ。これ取れそうだな。だけどこいつらじゃないな。貯蔵するか。ここ行けそうですよね。次はこの2人用いて、こう波形鏡をね展開して陸の敵を狙おう。全部は作んないのかな。いいよいいよ、作ろう作ろう。この辺の少数の部隊で対空ですね。よし、フリーゲート部隊持っておくだ。ここですね。これもうちょっとこうギリギリのとこ狙おう。フリーゲートはね陸の敵狙えるからギリにいた方が効果はあるはずですね。ここ守れないんで置いちゃおう。置けないか。届いた、よし、いいね。あれだな、早すぎるなそんないらないですね。あと電気を適当に置いていってと、でまずこの辺をねゲットしたいので、手伝えこれ、ちょっとこの辺海沿いを組んで手伝ってくれ。なんか置いてあるな、これ邪魔だね。回収物か。これいけそうですね。手伝いますね。よしよし、いいよ。あ、駒やるか。特に他でやることもないし狙っちゃいますね。一応対角ランチャーだけ作っとくか。ここにないと困るんでね。おっと危ないね。そうそう、衛星起動ランチャーがいるね。守らないといけないのか。そのためだけの部隊を作りましょう。ここでいいか。負けたんですね彼ら。間違えた。敵来ちゃったか。
この辺はあんまりないから、ちょっとアタックで来てくんないか。移動させよう。まずここの部隊が防衛ですね。で、作り直してと。2つか。とりあえずこいつらはここパトロールする部隊ですね。タイタン作ってもいいけどね、ちょっとまだボット工場増やそう。よし、完成かな。まあ、対空と ある程度置かないとね。なんか、ああかぶってるからいいね。続いてすぐパトロール行っちゃう設定にしたんで、とりあえずこれでまず状況を抑えてと。何かあるこれ。これって全部か。2つ建築に回そう。あとは全部これでいいや。あ、作ってますね。狙った方が早そうだな、時間で。一個だけ作るんじゃ足りないかな。もうそろ飛び立ちたいですね。まあ準備はできてますけど。どれができてんだ？これはできてないよね。よし、安全な場所に赤道ファブリケーター作ってゲートを作ろう。ゲート周りは安全にですね。どこ出したっけ？この辺だよね。もう終わりかな。では一応ここに対角ランチャーを作りましょう。海どうしよっかな。資源庫ですよ、資源庫。空いてる場所全部使おう。ここ何にするんだろうな、決めてないので。あ、じゃあ衛星ランチャー追加するか。手伝って、まあ、できてからでいいや。まだまだですね。2つじゃ足んないかな。とりあえずこれを使って下が判定が来てるな。前このね、インベージョンタイタンでやられたんですよ、ヘリオス。これもいいですけど、まあ工場ですね、作りましょう。
で、ここからですね、何作ろうかな。衛星機動バトルシップ作るか。あらゆる標的攻撃可能。15機でしょ。支援しよう。全員で支援。できたね。ここからね、合流用に作って、追加するか。暇な部隊を展開します。で、とりあえず防衛部隊は行ってるのでいいでしょう。全員でやってこれか。やってる？あ、やってますね。なかなかできないんだね。行きましょう。バトルシップ行きましょうか。効かないなら作んなくていいや。もう一個作ろう。向かいました。かっこいいですね。黒いからね、今回黒にしたんですけど、もう相当かっこいいですね。で、これはね、レーダーは上級、まあ、広範囲見れるものと、レールガンプラットフォームはね、長距離攻撃で重いダメージを、それ軌道の標的なので、まあ、ちょっと使いづらいかな。で、ソーラーアレイはね、空に置く電池ですね。ソーラーパネルを浮かばせる感じね。やっちゃうか、こいつ。行け。バトルシップ。ん？ヘリオスじゃん。ちょっとあれ邪魔だな。壊しに行くか。全軍標的。押せない押せない。よし、いけ。全軍標的狙いましょう。もうできたんじゃない。あ、壊されてないか。やってくれたね。守るのめんどくさいんだから。できるかな、そもそもこんなに。できたできたんで、あとは支援するか。完成してないよねこれ。あ、できてないのか。戦車ちょっと多すぎでしょ。飛びますね。邪魔できてないね。うちも作ろうか。じゃあ、まあ、こういうの使うかですね。あれ作らせるとめんどくさいんですけど、ちょっと他の惑星早く行きたいから、作って、出した瞬間から動かすか。相当時間かかってるっぽいから、これ援護しよう。よし、来た。完成かな。であればね、もう一回作ろう。一回集めましょうか。あー、なるほど、対空があるのか。ではやればいいか、あいつらを。合同作戦ですね。ちょっと移動したいので邪魔ですね。いいねいいね、荒らしてますね。これ、多分邪魔してこないと思うので、行きますか。まだ早いな。
惑星破壊したいので、とりあえずここを、そうか、取ってだとちょっとめんどくさいかな。よし、いけるでしょ、いけ。作らせないぞ。よし、邪魔していく。あとは自由にどうぞ、好きに行っていいよ大軍なんでね、戦車まだ出ますから。テレポーターどこだっけ、これか。目印はないかな、ないね。では他の惑星行ってみますかね。置いてるね、来た。我ら6番ですよ、ヘリオス。インベージョンタイタン、すごい勢い、早いですね。敵はね、多分数機でやってたと思いますけど、こっちはもう本当に何十ですか、これ27ですねやってるので、この惑星まず破壊しようかな、手始めに。あー邪魔だ、やめてくれ。くそ、全部来るか、こっちに。これは違う、この飛んでる。よし来た。あ、なんか死んだぞ気のせいかな、まあ、2つですよね、やっぱり。あそこに持ってって何すればいいんだあれか、そのアドバンスのやつ全部持っていけばいいか。これあと1体しかあれあと1体しかいないですね。そいつがここにいたら終わりじゃないか。あ、そうか、それ見つければいいんですね。ちょっと待ってね、もしここにいたら勝手に死ぬね。相当激しく見たので生き残れるわけがないですね。冷石ドランチ出してね。でもここで死にすぎじゃない、そしたらどうなんだろう。全く置けてない。いなさそうじゃない、ここはまあ来てみたんでね、せっかくなのでぶっ壊しますか。ラグナロク完成すれば死ぬと。地上にテレポーター作っとくか。いるかな、ね、いそうだ絶対ここにいるよね。一回ちょっと軽く出す、すごい軽く出そう。ここにずっとさ、これ送れば分かりそうだね。もしここにいたとしたら、ちょっと軍を止めよう。あれだな、送るか、こっちに見つけて、いるかな、分かんないな、まだ。あ、いた。よし、発見、発見したので全部停止しますね。あ、こっちはいいか。空の厄介な工場ですね、どこにあるかな。これこれ全部停止で、コマンダー、コマンダー来てくれ。あ、できてないよね。よし、これ動くんだ。で、コマンダー行ったかな。わかんない来てもわかんないよ、これじゃ。来てんのかな。あ、来た来た来た。ここにいる。いないね。
これ手伝えないかな。無理か。よし、命令。彼らに近づくでない。みんな距離を取るんだ。ここの惑星を破壊しておしまいにしましょうか。これいいよ。止めるか。鬱陶しいな。画面がただでさえ見づらいのに。もう邪魔な。これ強くに送ろう。彼らに攻撃しないやつだけ上空に送ろう。かかりますね。とはいえ支援するものがないか。こっちいる？全部軍だよな。なんかあるね。まあこんだけいればね、敵もどうしようもないでしょ。3分ほどできました。邪魔ですねこれね。工場か。まだ半分ですか。大砲が撃ってんのかな。これか。はい、中止。嬉しいですけど不要ですね。ヘリオス。タイタン作れば終わりますけどね。もうちょっともうちょっと耐えてくれ敵を。あれ結局全員いたのかな。なんかそんな感じがするね。ラグナロク準備完了。なんかわかんないけど支援しろ。あ、支援じゃない、これが終われば完成ね。よし、気をつけろ、惑星が吹っ飛びますよ。だいぶ死にそうだけど。前ね、惑星ごと行かれたので。時間どんくらいある？ヘリオス持っていくか。溜まってきました。これは降りそうですね。お、着きました着きました。Gエンドです。あ、終わったね。おー、殲滅完了。なるほど、これはすごいですね。さあ今回ですね、スカイミッシュモードで惑星をぶっ壊すっていうねことをやってみました。これ気持ちいいですね。ただいつもやってるモードだとなんかテクノロジー不足化して、そもそも建物が存在しないっぽいので、なんだろうね、何系なんだろう。欲しいですね。惑星壊すかできるんでね、それは大きいですね。置いてそこを壊せるので、まあ、テレポーターとかで行ってね、パパッと置いちゃって、帰ってこればね。今回ね、逆に移動先に逃げたけど、移動先に置くパターンが一番いいんですよね。本来だってあの続きでやると資源がないので積みそうだったんでね、あれがチェックメイトっていうのではいいですけどね。いやー良かったですね。とりあえずね、またなんか試したいことがあったらスカイミシでやろうと思いますけど、いいですね、この気持ちよさですね。他に惑星ぶつけるっていうのもあるんですけど、ちょっとそれも試したいですね。一回ね、その動画外でちょっと試した時には、敵のタイタンをね破壊したらですね、その爆風で
なんか衛星が惑星に飛んできて、その時プレイヤーですね、まあ一応そのプレイヤーが3人いたんですけど、倒したやつと私が死んで1人なんか残ったやつが勝つっていうね状況があったので、その惑星を吹っ飛ばす方法もねまた探ってやってみようと思いますね。